はいどうもカップ長ですじゃあこの動画ではね、えーまあ、さっきちょろっ,っと話したこの、えー、と公認・非公認の話の中の、えー、この杉田さんあるいはあるいはじゃないあと,、えーとまあ、他にも何人も、ね、あるんですけどこの西村さん、ね、西村さんびっくりでしたね自民党非公認じゃあつってこの公明党、ね、そうか公明公明党が推薦するとか言い始めちゃってるらしくてええー なんか残念ですね、あの西村さんってあの大臣やってたこの安藤さんですよ、ねまあ、覚えてる人は覚えてると思いますがあのほら今回、今回じゃなくて前回だっけ、高市さんのほら、ね、推薦人代表とかもやってたあの西村さんですよ、あの西村さんが <laughs> よりによって公明党公明党から出馬みたいなことになっちゃってるんだって。 えーまあ、公明党から出馬とは言,言いませんけどもでもなんかねこの、えー、と公明の幹事長誰だっけ、えー、と西田さんか違ったかな西田さんだよね、うん、いやー <laughs> 推薦するんだって西村さんとあともう一人いたと思うんですけどねうん <laughs> なんだかなーって気がしなくもないですけどもまあいいや順番で見ていきましょうかね えーと衆院選出馬すら窮地、これはあの、えー、と杉田さんのことをね、杉田さんはだってほら、もうマスゴミどもがさ、ずーっと、あのーね、目の敵にして、ね、あと立憲、共産、社民、令和維新、維下同文い、いわゆる反日売国勢、反日売国オールスターズにもう、まさにこのオールレンジ攻撃を受けてるじゃないですか。うん、もうこの一点もう この一点を理由に、ね、やめないで、ぜひ続けていただきたいみたいな、そう,そういう意見の人も、ね、いるぐらいですから、でねまあ、この杉田さんがピンチですよと、正ミが楽しそうに書いてるわけですわ。えー、裏金問題、1564万円の女性議員、これ、杉田さんのこと言ってるらしいんですけども、党公認から外されて、 でも、県連がこの比例公認申請して、でも、えー、石破さんがだめだと。うん。<laughs> ね、だからさっきも言ったように、ね、まあ、石破さん、マスコミ、石破さん、まあ、両方かな。まあ、要はこの日本のために仕事しそうなやつから、ね、この片っ端からあわよくば、なんか葬り去ろうみたいな、そんな動きにしたら見えますよね。まあ、そうなんでしょうけど。 まあちょっとね内容見ていきましょうか今日はなんか昨日以上にこのなんか喋りにくくてもうすぐ咳き込んじゃってねょっなんかもう聞きいつも以上にねここ何日かで一番聞き苦しい回になっちゃうかもしれないですけど何なんですかねまあ、ちょっと調べたんですよなんか最近、あれですよね、まあ、全然この話変わっちゃって申し訳ないですけど肺炎肺炎がどうも流行ってるらしいじゃないですかあのなんだっけマイコプラズマ。 ママイコプラズマ肺炎ってありましたよね。あれってなんかもう咳が最初なんかこの高熱が出てとかってでもなんかもう咳が長期化するっていうそういう特徴があるらしいじゃないですか、まあ、肺炎だからねだからその咳が長期化してまあくなんかこの体力とか免疫力とかなんかこの下がって下がって下がったところでなんか重症化してどえらい目に遭う、ね、患者さんもいるみたいですけどもあれかな 動画の中でもただの風が長引いているのとは今回違うような気がするんですよねこれどこで見てもらえば直してくれるのかな少なくとも近所の内科はダメですねまあなんか近所の先生たちを腐すつもりはないんですけども、えー、と自民党が,このが発表した衆院選第1次公認で、えー、山口県連がまあ比例中国ブロック単独候補として公認申請したこの杉田さん まあリストから外されてたんですよねで旧安倍派で、えー、裏金問題で党 <laughs> 役職停止6か月の処分を受けていたと、不き栽金額は1564万円でしたよと、なんだろうな、そういうもんだって言えば、ね、この界話ではそういうもんなのかもしれないけどさ、やっぱりなんかそれでもね、それでもなんか一般人の、ね、なんか一般的な世間一般の感覚をやっぱ忘れちゃだめだと思いますよね。 書かねえとか書き忘れるとか失念なんていうレベルじゃないじゃん。どう考えたって。合わなきゃおかしいんだから、1円単位で。うん。まあいいですけどね。まあしょうがない。うん。で、えー、石破さんは衆院選に向け、えー、裏金問題に関わったうち12人を非公認。裏金議員は全員、比例重複認めないことを表明、えー。一方、比例単独指導の可能性がある杉田氏と、 えー、尾身さんと、えー、上杉さんの三種の扱いは判断を先送りしたと、でえー、10日の、えーまあ、テレビ番何だろう、これは、昼帯、TBS か、えー、番組出演したこの佐藤、あな毎日のほら、なんかいるじゃん、うん、さんが、えー、尾身さんと上杉さんに関しては選挙区や区割りの変更による党事情などで、まあ、小選挙区から比例に回っている事情があると解説。 で杉田さんはあこれまで県庁で、ね、事情説明の会見を開いて YouTube かなで地元周りを行うなど理解を得たことで、ね、公認申請されたことを受け止めているとので当判断の経過を見守りたいまあなんかそんな話をしていましたよとなるほどねまあ杉田さんに関しては そそもそもこれ裏金運動は今回の件には関係ないと思うんですよね、あの自民党ルールでこの比例単独2回までっていうのは確かあったと思うんでだから裏金関係なく、まあ、順当な結果なんじゃないのかな、ただ、ゴミは、ねうん、山口県連の,なんかこの突き上げでな、うん、なんだろうななんか唯一例外かみたいな,、まあ、なんかこの杉田さんがまあ特別待遇みたいな。 裏金議員、特別待遇、けしからんみたいな感じで面白がってこの書いているのかなと思いますけども、まあ、ただファン、ね、支持する人もいれば、ね、アンチも相当いる人なんで僕は多分普段の発言とか行動とか見ても別にこのヘイトとも思わないしうんなんか差別主義者とも思わないし僕、うん、はそういう理解ですかねただそうだな実績 っていう実績で言ったらどうしてもなんかこのトラブルメーカーみたいな,、うん、なんか人権侵害なんか法務局2か所ぐらいからなんか、ねあのー、あったと思うんでだ、うん、どうしてもこのマイナス評価になっちゃうけどだからもったいないっちゃもったいないですよねああでも今速報見たら杉田さん出馬しないのか衆院選不出馬なんだ 比例単独を辞退する意向、ルールに従うってことか、まあ、なんだろうね、1つ言わせていただくと、この裏金、裏金、相変わらず言われてますけどね、裏金の定義って何ですかってところですよ、さっきちょこっと言いましたけども、別にこの杉田さんだけをこの擁護したいわけじゃないですけども、不記載ではないですかとで不記載だったら、例えばじゃあ旧安倍派、清和さんのところ以外にも、 山ほどいたし、ね、立憲共産社民令和だから大石さんもそうだよね野党にも当然いるわけでしょで裏金作って私服を肥やしたって言うんだったら立憲されるはずですよねこれが犯罪だって言うんだったらでも議員は全員不起訴だったわけじゃないですかね議員ルールこの会話だけのルールかもしれないけど一応違法性はなしっていう判断だったわけでしょうんね我々から見りゃねえ、うん、汚えもん汚えには変わりないんですけども だったら全員アウトなんじゃないのでも全員セーフになったわけでしょうん。だからその中で、ね、さっき言ったように、ね、石破さんから見て気に食わないやつはアウト。ね、野党から見て与党はアウト。ね、そんなルそんなのはもうルールでもなんでもないよねって。公平性でもなんでもないじゃん。うん。だめなもんはダメって言ったら全員アウトでしょうん。でも全員セーフにしたわけじゃん。うん。 だからあいつは気に食わないあいつはけしからんっつってだからリンチ加えるようなもう半島みたいなやり方は、うん、僕はなんかもう気持ち悪いなって思うんですよねうんまあ今回はなんか出馬自体出馬しないらしいんですけども杉田さんはねそうですかまあでもこれでおしまいっていうわけでもなさそうな気はするんですけども ね、だから比例単独2回までルールに従って裏金云ん不記載関係なく、まあ、順当な結果なんで甘んじで受け入れてでもこの応援してくれる人もいると思うんでまああれ来年だっけ参院選、ね。来年の参院選の全国比例に出馬すればまあ普通に戻れるっちゃ戻れるんじゃないですか、まあ、戻るつもりがあるかどうかちょっと分かりませんけど少なくともなんかよく分かんねえねえ。ェルシスターズよりはなや,やっぱこの うん、そうだな、うん、やっぱりここのの、うん、そうだなこの杉田さんあだけじゃなくてやっぱりこの政治家の,このもうさっきも言ったけど、この不記載収支、ねうん、報告書でしょ、収支不記載って世間一般だとかなりやばい話ですよね、そんな簡単に、あはいはい、もう,なんかもう忘れた、もうなんかね、事務的ミス、事務的ミス、ね、書いておけばいいんだろうって。 そんな簡単な話じゃないんですよね。だからこいつらだけじゃん。そんなこと言って、それがまかり通っちゃってんの。うん。って僕は思うんですけどもね。そう。だからこの政治家連中のこの収支報告書の扱いが軽すぎるんですよ。うんだからその辺をなんかもう、政界全体で、うん、もういっぺんちゃんとなんかしっかりあのやってくれよとは思いますけど、まあ変わらないんだろうな。うん。ということで、今回は、あれ あ西村さんの話を忘れてたよ。<laughs> こっちの方がなんか、個人的にはひでえなと思いましたけどね、公明党ですよ、公明党さん、そうか公明が自民党で非公認の西村康穂さんと、なんだこれ、三林さんという人か、を推薦すると発表があったんですよね、この西田幹事長という人がね。うん。えー、なんか、一応言い分としては、地元の有権者の、ね、意思を尊重みたいな。 そういうことらしいんですけどもまたあの何々県連みたいな話かな、うん、ええー、だからある意味この公明だからもう完全にあれですよねまずこの僧佳があって公明があってだいぶ空いて、えー、壺があって自民っていう図式なんだろうねだからもう完全にこの握られてるわけだよだからもう本当と僧公明の株株組織だろうな仏壇壺移民党は だもう完全にこの公明党さん頼みじゃん。ねそういうことだよね。うん。ね納得はいかないし認めるべきではないけど、しょうがない、現行法上。だもう公明が頭良かったとしか言いようがないよね。公明が賢いのか自民党がアホ本ばっかだったのか知らないけどさ。いやー。何が目的なんだろう。いや、もうまさにこの牛耳る範囲を、進路を。 ねさらにこの推し進めるためじゃないの,の公明の推薦を断るとかってできないのかなできると思いますよだって小野田さんは確かそうじゃなかったっけ堂々と断って堂々と勝ったわけだよなうんでもなあこうやってねさらにこの公明と宋が公明には逆らえない議員をね一人ずつ増やしていくっていうそういうことだよねうん いやーもうねかつての,この高橋さんの,この推薦人代表をやった人とはいえ、うん、もう創価孔名の言いなりになるようなやつなんかもう今今でさえもう山ほどいるのにさ、うん、そんな人はもう逆に我々からすれば1人でも減らしたいところなんだからすげえな人の弱みにつけ込むのが宗教とはよく言ったもんだよ完全にこのなんか分離しろよないい加減できねえんだろうなと <laughs> いうことで あなたはどう思いますか？まあ、今回は以上です。